吉田正夫は日本のフルート奏者、北海道出身、本名は吉田正夫、NHK 交響楽団主席奏者、東京芸術大学教授、日本フルート協会会長を務めた。演奏者、教育者として日本フルート界の発展に尽力し、多大な功績を残した。幼少より音楽に強い興味を示し、15歳で初めにピッコロを、 まもなくフルートを始めた。中学校卒業にあたって、音楽学校へ進むことを親に反対され、慶応義塾大学法学部法律学科に入学。在学中は、マンドリンクラブとワグネルソサイエティオーケストラに在籍した。大学で、同姓同名の人物が3人おり、別人宛の月謝の特則状が届いたことに腹を立てて、以後、正雄を名乗るようになった。 卒業後、会社勤めをしたが肌に合わず、昼休みに隣にあった NHK で、国民歌謡の演奏をする仕事をしていた。1年2ヶ月で会社を辞め、東京音楽学校に入学したが、軍事協連ばかりで音楽の勉強ができなかった、ことから半年で、自主退学し、ビクタースタジオオーケストラで流行歌の伴奏などをした。1 9 4一年から新興協楽団で、 仕事をするようになる。当時の新興協楽団で主席フルート奏者だった奥交換学内省、学部所属だったため、太平洋戦争の開戦で東京を離れることができず、地方演奏旅行のために吉田が翌年入団することとなった。当時、吉田が日本ではまだ珍しかったビブラートをつけた演奏をしていたことで、入団に反対する意見もあった。この頃、 マルセルモイズのレコードを聴き、衝撃を受ける。吉田はフルートを独学しており、後に40歳でヨーロッパへ留学するまで死はいなかったため、レコードや書物などで研究を積むとともに、オーケストラの指揮者から音楽に必要な多くの要素を学んだ。戦時中、楽譜や書物を空襲から避けて、庭に埋めて隠していたため、クバンツのフルート奏法指論などは、 土の湿気でボロボロになったという逸話が残っている。NHK 交響楽団では独奏者として定期演奏会に9回、特別演奏会に20数回出演。モーツァルトのフルートとハープのための競争曲、イベールのフルート競争曲を日本初演したほか、小高久忠追悼演奏会では臨校保筆になる小高のフルート競争曲を世界初演した。 1954年にカラヤンが来日し NHK 交響楽団でブラームスの交響曲第一番を指揮した時に吉田の演奏を褒め翌年カラヤンの招きによってヨーロッパ留学が実現することとなったこれは戦後漢学器奏者がヨーロッパへ留学した最初の例であり大きなニュースとなったヨーロッパではまずチューリッヒでアンドレ・ジョネに約一ヶ月 その後ウィーンで、ハンス列にチェックに学んだ。吉田にとって、この留学は、それまでの自分の双方を確認、修正するとともに、音楽をより深く学び、その周辺文化を吸収する場となった。この経験は後年、後進の育成に際して、大いに生かされることとなる。留学は、半年間の予定であったが、吉田の希望によって、さらに半年延長された。 1960年 NHK 公共楽団のヨーロッパ演奏旅行では、富山雄三の還元楽のためのラプソディを全公演で演奏した。この作品の中で品の多いわけが用いられている部分はフルートソロの孫歌となっている。ミラノスカラザでの公演後、一人の男性が寄ってきて、自分は7カ国語を話すが何語が良いかと問われて、ドイツ語でと返答すると、 今日のフルートソロはフランスでもない、ドイツでもない、イタリアでもない、まさに日本だ。聞かせてくれてありがとうと述べたという。この人物は、チェリビダッケであった。1962年のいわゆる、小沢事件では、反小沢政治派の中心となった。1963年、オーケストラ運営に対する考え方の違いを、きっかけに NHK 交響楽団を退団。 東京芸術大学教授に就任し、教育方面に力を注ぐこととなった。他に、昭和音楽大学、国立音楽大学の教授、武蔵野音楽大学、東邦学園大学、山形大学、徳島文理大学、福岡音楽院、名古屋音楽大学の各講師を歴任した。日本人、プロフルート奏者のほとんどが、吉田の弟子、孫弟子であると言われるほど、 指導者としての功績は大きい。NHK 教育テレビ、フルートと共にの講師も務めた。日本フルート協会の設立と共に会長となり、亡くなるまでその任にあった。1974年頃からは、国際音楽コンクールなどの審査員も多数務めた。晩年は、東京芸術大学名誉教授、昭和音楽大学名誉教授、日本フルート協会会長、 NHK 公共学団理事、団モ、サントリー音楽財団理事、東京文化会館運営審議会理事、日本音楽教育文化振興会理事、日本音楽コンクール委員、日本演奏連盟理事等の役職にあった。受賞歴については年表を参照。2003年11月17日、肺炎のため死去。去年88、翌年6月25日、 吉田正夫先生ツイートを演奏会、忍ぶ会が行われた。他、NHK 公共楽団などにおける録音は数百曲に上る。ありがとうございます。